今シリーズ動きがいい3番車北鶴翼後ろ詰め8番手から九州連携は7番車の井上正樹残り2周を迎えています。赤番ホームを過ぎて3番車北鶴が上昇開始九州勢が上がります。7番の井上を連れている北鶴が上がって前段これを見ています8番太田2コーナーからバックです。前8番太田並びかけて3番の北鶴前から踏み上げる8番太田5番の宿口1番平原に9番車中田6番山田北鶴は下げて8番手6番手2番車の清水メインスタンド前から最後の 500m 先行8番車太田隆起やや車間を空けて5番の宿口1番の平原3番手9番中田山田と行きまして2番の清水は6番手3番北鶴8番手番手から5番車の宿口1番平原そして2番車の清水のまくりまくる清水前を捉えて抜き去ってリードは一車身あとは懸命に1番車の平原が追って後ろから3番車北鶴も上がってくる直線の争い先頭2番車の清水博と先頭2番の清水続いた1番の平原2番手清水のまくり そして佐賀の山田、山口、徳島の畑と西の3人が早くも動き始めて第3周回2センターから4コーナー前段は近畿カルテット寺崎の横まで3番山田が来ました。残り2周の赤番刑事誘導外れて抑え込んだ3番の山田内から近畿勢車を下げて中段の外には2番の酒井4、5番手は坂井と長澤キープ下げ切った近畿勢寺崎6番手古生東口藤田と近畿勢後方からジャンを迎えます。そして5番の寺崎がジャンワイズに行きました。一気に仕掛けて4車が西日本勢を捉えます。ジャン4コーナーホーム寺崎かけました。9番古生1番の東口6番藤田5番手車間が空きました。3番山田そして東勢は8、9番手縦長の展開残り 200m 先頭寺崎番手は絶好必勝体制に腰を入ってあとは東口6番藤田5番手車間が空いている4コーナーから直線先頭寺崎から9番古生地元東口人気の2人古生優作です。古生新年一場所目4日統率を図ってラインの結束力を見せつけました。ではリプレイで振り返ります。地元地区の記念競争近畿勢気迫で他のラインを圧倒しました。後ろから酒井もまくり上げますが中段の3番山田とともに5番手車間が空きました。そしてラスト直線人気の2人古生東口のマッチレースになりましたが古生を振り切って和歌山記念は初制覇そして G3 は通算9回目の優勝東口が2着5番の寺崎3着に残っています。藤田4着と近畿上位独占決定までしばらくお待ちください。第12レースでした。8番車の本田7番車深谷が赤番から行きます。上昇は7番の深谷一気のダッシュで抑えていく2番郡司3番手で5番の清水粘ります。9番車松谷のところで5番の清水後ろ1番車の松浦6番の堀内が4番手並走8番車の恩田がいまして3番の稲川8番手最高峰が4番の福田先行7番車の深谷智弘2番の郡司は単独2番手3番手で粘る5番の清水外は9番車の松谷秀幸3番手で絡んで清水が3番手を取った1番車の松浦追走そして後ろから3番車稲川のまくりまくる稲川は4番手逃げる7番の深谷車間をやや取りながら郡司浩平5番の清水番手から2番車の郡司浩平2番郡司続いた5番の清水1番の松浦
神奈川も車を出していく。その神奈川を叩いて新山が行くか。さあ前で構えた近畿の2人は突っ張っていって、東北勢を待つ。打ちすくって山田陽平が先頭の位置に、そして中段を狙っていく。さあジャンから新山がかける。最終選考は新山恭平、風を切っていく。日体育大が続いて9番の佐藤慎太郎、強力なラインが前へ3人完全にできました。あとは中段からは7番の山田陽平が4番手、そして3番神奈川の力はどうでしょうか。まくっていく、先まくりを放とうという山田陽平のまくり。さあ新田はどうサポートを見せるか。ここから発進していく佐藤慎太郎が続く。山田陽平はいっぱいの状況になった。合わせ切った日体育大、日体育大が完全に合わせ切ったが、さあ日体育大が1着で優勝ゴールイン。地元記念初優勝です。前段難関勢は9番の郡司ですが、突っ張りか下げるか郡司の対応、そして小林、寺崎それぞれ踏み上げて残り2周、今短期2人は後方。9番郡司まずは突っ張って、2番の小林は中段戻ろうとしますが中段分取る。3番の清水、4番東野がそこに続いて5番ですが、小林東野が絡んでいる。7番寺崎ジャンの直前7番手あたりから外を発進狙っていますが、難関勢と近畿勢の勝負ですが、もう9番郡司が全力で踏み上げてのスパート。7番寺崎も今中段外から前段近づきます。清水は中段のインコース、東野は清水の後ろ、2番小林は後手に回って最終周回です。外に上がった7番寺崎は番手の深谷が牽制します。あとは2番車の小林が外から行って仕掛ける感じ。3番清水が枠中段からまくりに行きました。1番深谷ここは対応が必要。郡司の逃げに乗って1番の深谷、3コーナー番手まくり、深谷が番手まくり、追いすがる3番の清水、深谷と清水 SS 両者、4番東山近づいてきます。4コーナーから直線、深谷と清水前2人接戦態勢、ゴールイン。最後は捉えたハンドル投げ、3番清水ひろと。その動きを牽制する自力型3番の清水ひろとがまず前に出ていく。打掌の周回入っていきます。外を叩いてきたのは6番の北井勇気、神奈川勢が前段の打ち、そして3番清水が中段4番手、1番の新山後方8番手で間もなく打掌を迎えていきます。打掌を迎えて後方を牽制しながら6番北井勇気が先行体制、レースは若干スローペース。後方から1番新山恭平、4番浅井を連れて中段まで一気に巻き返した。若干4番浅井がちぎれている。1番新山が最終的に証言を奪った。そして6番北井がスッポリと番手、3番手が9番の郡司恭平が続いてバックストレッチへ入っていく。逃げる1番新山恭平、番手にはまっている6番北井、3番手が9番の郡司恭平、さらに後方には5番の増谷がついて第3コーナーのカーブ、番手まくりを放ってくるのは6番の北井勇気。第2センターから4コーナーバックに蹴った6番の北井勇気が先頭、さらに外を3番9番追い込んで最後は9番。車間を空けた5番の町田隊が3日間すべて先行しています。準決勝同様1番の松浦が番手、7番の香川が3番手、シリーズ初4番と8番の福島、町田が息上がってくる。残り2周、4番菊池突っ張ったがセッター2人が共に離れている。5番の町田が2番手を収まって間発せず外から攻めるかどうするか。松浦がもう1回町田を迎え入れます。中四国4人が2番手から5番手も、9番の浅井が2番車佐藤慎太郎潜り込んで6番の東も外から追い上げています。6番の東が広島の後ろを割り込んできました。香川勢が踏み遅れました。番手から発進です。5番町田の番手まくり、1番の松浦ピッタイマーク、その後ろですがここは6番の東が切り替えて、さらには9番の浅井がまくった。浅井のまくり、松浦は冷静に番手から合わせます。9番の浅井がここにマークする。6番の東と3番の井上がその後ろ並走状況、7番手から8番の福島崎氏がまくり上げています。4コロバッター1番松浦先頭、松浦先頭、松浦先頭、浅井がかわした。
さあ三谷隆起と脇本がちょっと車間を上げています。残り2周半、まだ縦1列が崩れません。3コーナーから4コーナー、ホームに帰ってくると残り2周、赤番ケージが見えてきます。ちらちらっと故障も後方の動きを確認していますが、4番手三谷隆起、姿にも脇本にも動きはないか。脇本行った、脇本1コーナーから2コーナー打勝前、ここで動いた。迎え撃つ3番故障もこうなると引かないか。故障優作、脇本優太、打勝で力比べになっている。突っ張る故障優作、叩けるか脇本優太。三谷隆起は現在5番手のインコース付近、最終ホーム。故障優作突っ張り切ったか。あっと南の牽制、南の牽制、5番の脇本は失速。今度は4番姿がまくった、姿まくった、姿の後ろから三谷隆起がやってきた。三谷隆起が大外をまくる、大外をまくる。3コーナーから4コーナー先まくり姿、外三谷隆起直線コース、外から三谷隆起だ。三谷隆起連覇。